こんにちは、キズナあかりです。さあ、どんどん工業化を進めていきますよ。前回言っていた通り、まずは溶岩発電機を作ります。マシンフレームを作りの、エンジニアーズハンマーを作りの、これで、ドーインゴットをプレートにし、いや、ちょっと待てよ、どうだったっけ？あ、エレクトラムだった、危ない危ない。エレクトラムは、金と銀の合金です。ダバー。エレクトラムプレートを作りの、溶岩発電機を作りました。せっかく溶岩が簡単に手に入りますしね、使わない手はないです。試しに一杯だけ。発電量は 80RF パーチックだそうで、なかなかです。もちろん、サグミルは余裕で動かせます。溶岩の消費速度はいかがでしょう。ふむふむ。このスピードは結構いいんじゃないですか？ 2.5 秒で20ミリバケツ、溶岩1杯で20万 RF 発電できますね。よし、じゃあ次は溶岩の生産と搬入を自動化しましょう。と言っても、クルーシブルへの丸石搬入と、クルーシブルからの溶岩搬出を自動化するだけですが、輸送にはエクストラユーティリティーズのトランスファーパイプを使います。合わせてアイテムのトランスファーノードと液体のトランスファーノードを作りました。搬出したいブロックにトランスファーノードを設置してパイプを引っ張るだけです。 OK、 溶岩の輸送も同じです。搬入できたかな？うん、できてますね。搬入量は足りてるかな？ほぼ平行状態って感じかな。よし、これで溶岩発電機の常時稼働が可能になりました。稼働が可能になった可能発電ができたので、オートパッケージャーも使えます。左から丸石を搬入して、右に9倍圧縮丸石を搬出します。そして9倍圧縮丸石はサグミルで粉砕して9倍圧縮砂利に、たまに9倍圧縮砂もゲットできます。そしてサグミルの特徴として、火打ち石の搬入で入手数が増えることがあります。丸石の粉砕でたまに火打ち石が出るので、これを活用しましょう。さて、これで9倍圧縮砂利や砂が全自動で作られるようになって、またまた拠点が便利になりました。さあて、次はどのクエスト行きましょうか。あ、これ行きましょう。エネルギー導管、エンダー IO のやつを使えばいいんですよね。バインダーコンポジットを作って、これを精錬してコンジットバインダー、導管類の基本素材です。あれ、もっとたくさんできなかったっけ。合金かまどを作りました。合金かまどでガラスを精錬、3個までまとめて精錬できます。別々のスロットに置く必要もないみたい。はい、ホワイトクリアガラス、とても綺麗なガラス。そして合金かまどでもう一つ。で、次の精錬が始まっちゃった。一度始まるとキャンセルできないのが辛いさんです。終わったので、次は鉄とレッドストーンを一緒に精錬します。はい、コンダクティブアイアンです。コンジットバインダーとコンダクティブアイアンで、エナジーコンジット、エネルギー導管ができました。送電量は 640RF パーチック、少なく感じますが序盤では十分でしょう。ついでに液体導管も作ってみました。ということで、別個に溶岩発電機とサグミルを用意して、こんな風にしました。ある程度機械の増設にも対応できますね。溶岩発電機ももう1台増やせそうです。ということで、クエストクリア。さあ次は、どうしようかな。今まで避けてきましたけど、これ、行きますか。トラップ施設、私今まで作ったことなかったんですよ。その、私、ちょこっとだけビビリなので、ね。まあ、しっかりと安全を確保して、作りましょうか。小規模ですが、トラップ施設を作りました。初めてなので、これでも大変でした。で、ミニマップに敵のアイコンが。あ、エンダーさん。でも何やら様子が。うわぁ。ゴーグリーアイズの影響で、モブの目がたまにグリングリンになります。にしても、これは、気持ちが悪い。さよなら。エンダーパール欲しかったですけど、まだ装備もないので仕方ないです。気を取り直して、トラップ施設の紹介です。中身を取り忘れましたが、普通のトラップドア水流式です。処理は石のスパイク、ダイヤスパイクを作るだけの余裕はなかった。このトラップの弱点は、真下にいると脇が止まっちゃう点ですね。
それ結構致命的なのでは。まあ基本真下にはいませんからそれでいいんです。自動稼働のためにはアイテムの自動回収が必要なので、そのためのアイテムを作ります。録画外でエンダーさんからいただいたエンダーパールがあります。これを鉄と一緒にアロイスメルターで精錬してバルサティングアイアンになります。これをナゲットにしてダイヤを囲ってバルサティングクリスタル、そしてバキュームチェストを作りました。バキュームですから引き寄せるチェストってことです。例えばこの丸石をこんな風に引き寄せて回収してくれます。これを処理施設に置けば私がいなくてもドロップアイテムが回収できます。ホイット、おー、アイテムが引き寄せ、ピックアップアイドリーの吸引力には勝てなかったか。まあいいや。これダイヤチェストに搬出しようとしたんですができないんですよね。エンダー用の同感だとできるようなので、また今度、いや、その頃には別の手段で回収できるか。クエストクリアです。あ、もう一つクリアしてますね。うん、もう一つやっておきたいな。じゃあこれやりましょうか。黒曜石を作れと、石のバレルを使えとのことですが、どうするんだろう。溶岩を入れたバレルに水をクリックではダメ、順番が逆だったかな。あっつあっつあっつ、何やってんだ私。溶岩を入れたバレルの上に水を置けばよかったようです。だが、あ、水が拠点に。松明流れちゃった。まあ黒曜石はゲットできたし。はい、クエストクリアーといったところで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。また次回をお楽しみに。